皆様こんにちは、デイヌのよすこです。よろしくお願いします。今日は私が小学校に入った頃のことを話します。小学校は家から1里半離れたところ、今の距離で言いますと6キロになりますでしょうか。川沿いに沿ってずっと下っていきます。で、下ったところから川がまた別の川筋に分かれて登ってましたので、下っていって V 字型に登るような形で学校があるところまで行ってました。で、その学校へ行くときには遠いですから、村の集落の人たちが私の集落と、下の集落と、それから山を一つ越えた、やっぱり遠くの集落と、この3つの集落 の子どもたちが一箇所に集まって、でそこから小学生中学生一緒ですね、団子状にバラバラに集まって、みんな揃って登校していました。で、私が1年生の時に姉は中学1年だったので、その頃生徒が多くいたんでしょうかね。姉のお友達から随分可愛がられました。で、手をね、両手でこう引き上げられて、ブランコのように下げてもらったり、それからこう足をつけるとズル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 とこう引っ張ってもらったり、そんな風にして随分可愛がられて学校に行ったのを覚えています。他のお友達には悪かったですね自分ばっかりそんなことしてもらって。で、学校はその V 字型に登った中心の道筋からちょっと丘の方に上がったところにありました。で、そこには小学校と中学校がくっついておりました。門には大きな石の重たそうな幅が50センチか60センチもありそうな石の門が両側に立っていまして、で、そこを上がっていくと校庭になってて、で、正面にはこう2階建ての建物があって、で、脇に校舎がこうコの字型にこうなってました。で、正面の2階の建物 の奥には広い石の階段がずっとつながってまして、そして中学校へと連なっていました。もちろん木造です。で、小学校も木造、中学校は木造の2階建て校舎でした。で、中学校の校庭はちょっと狭かったんですが、小学校の校庭はとっても この字型に囲まれてとっても広かったです。で、門を登ったところの右手にはちょっと植え込みがありまして、そこには二宮金次郎の茶色いような銅像が立っていました。背中に薪を背負って手の上にこう開いた本が載っている、多分よく働いてよく勉強しなさいということだったんでしょうかね。そして校庭にはですね、木が一本植えてあって、で、私の記憶に間違いがなかったらそれは大山木じゃなかったかと思います。ちょっと真ん中じゃなくてちょっと右寄りの方だったんですけれども、そしてその頃通学 の集落が10個ぐらいに第一集落第二集落とこう分かれていましてね、運動会の時にはこう集落ごとのリレーがあるわけです。で、その大山木の周りにこうトラックが敷かれて、そこをリレー
やったように思います。で、私たちは学校で一番遠い集落の、集団に属していましたので、で集落競争のリレーでは大抵一等だったと思います。で、私も大抵リレーの選手になっていました。はい。で、小学校1年生の時には多分2クラスあったと思うんですね。1クラス40人ぐらいだったでしょうかね。おぼろげながらそんな気がいたします。で、入学に際してはですね、自分の名前が読めて、そして書けるように、ひらがなでです、書けるようにと言われて、私は母に教えてもらって、名前がまあなんとか書ける状態で入学いたしました。で、カバンはランドセルなんていうものはなくて、肩からかけるかけカバンだったと思うんですが、どういうカバンだったかはちょっと思い出せません。ただ寒い時、走っていく時ね、かけカバンをこう中のものが出ないように手で押さえて、冬なんかだとね、焚き火で炊いた熱くなった石をポケットに入れて、そして寒いもんですから、かけカバンの蓋をこう押さえながら、みんなと一緒にわっせ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 とこう30分ほど歩いて、みんなの集合場所に行ってたのを思い出す。カバンの形はちょっと思い出せません。で、その頃の学用品はですね、帳面、それから下敷きから、筆入れって言ってました。鉛筆入れと、それから消しゴム、あとね、鉛筆削りを入れていました。で、鉛筆削りはですね、昔は折りたたみ式の小刀っていうんですか、肥後の紙となんか書いてあったような、こうプッと取り出して、プッとこう、それをこう砥石でこう誰かが擦ってくれたんだと思います。で、その小刀を入れてたと思います。今だったら取り上げられますよね。で、小刀が過ぎて、何年かしたら安全カミソリに刃がついた、やっぱり折りたたみ式の鉛筆削りで、鉛筆削りは毎日しないと、その日使った鉛筆が丸くなっているので、毎日こう削ってました。で、私は鉛筆削りが好きでした。どういうんですか、コツがあるんですよね。こう鉛筆を渡して、こう親指でこう押し出すんですよね。そうすると、こう削りカスが下に落ちて、で芯のところをシュ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 ってこうして、そういうの削ってました。だから筆入れもね、最初は木だったです。大型の箸箱みたいな感じでね、こう蓋をこうスライドして、シュッとこう押して、そしてまた取り出して、なんかそういう筆箱を使ってたと思います。入学当初は学校は早く終わります。ですけれども、私たちは遠いので、最初の日からも親が弁当を持たせてくれてました。そして V 字型の途中までは、下の集落の人とみんな一緒にね、1年生はこう揃って帰るんですが、V 字をこう横切るこの田んぼの中の道のところになりますと、私たちの集落の人たちだけになります。そうすると、その田んぼの中のあぜに腰を下ろして、持ってきたお弁当を、まだお昼にはちょっと早いですよね、でもそれを出してね、みんなで食べるんです。で、私は思い出すのは、釣った豚骨を焼いた白身をこう蒸して、ご飯の上に乗せて
お醤油をかけたあのお弁当を思い出します。でその他に多分あの梅干しとかたくあんも入ってたんでしょうけれども、あのそれは あんまり思い出せません。であのお弁当箱がアルミとか、まあ上等なのはちょっと黄色っぽいアルマイトだったです。であのアルミはね、あの梅干しにの酸に合うと蓋があの溶けちゃうんですね。化学反応を起こして、そしてこううず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 こう最初してるんですが、ついには穴が開くっていうこと、穴の開いた弁当箱もありました。で梅干しを入れる時には必ずご飯の中に梅干しをこう入れて埋めて、そして蓋をしないと蓋が溶けてしまうことになります。かつお節なんかもあのかかってただろうと思います。でお弁当を食べ終わると今度はあの遊び遊び帰ります。じゃあ今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。